遠藤渡るか本田康夫。いや本田康夫。守備のスペシャリストとしては、もうそう自信ある。お前ら行ってこいと。YouTube はあの、まあ、那須がやったじゃないですか、ね、で次やったら多分僕なんですよ。それでも今年の1月に僕始めたんですけど、那須は、まあ、実際会ってこうやる、で僕もまあそんな感じでこうやって、僕はもうこれがやったんですよ。俺も会ってやりたいんだよ、酒飲みながら。俺もそうしたいんだけど、効果拠点にしてるからもう結構厳しいんだよ。呼んでくださいよ、効果来る。まださ、収入になってないからね、YouTube 配信がさ。いや、そうそう、そうですよ。登録数が多いとか関係なくて、結局再生回数だったり、そうそう。僕も全然わかんない。僕も全然全然。何に言われたんですか？名古屋の出版の会社に、電子書籍なんかの会社なんで、そこに取材を受けて、自分の本出版みたいな、全然売れてないんだけど、そこの取材を受けてから、YouTube やりませんかって言われて、そこに言われた。そう、いやいや、ウェブなんかやったって全然伸びないっすよ、稼げないと思いますけど、いや、ぜひお願いします感じで、じゃあ分かりました、ちょっとやってみますみたいな感じだったんだけど、うん、やんなきゃよかった、俺ちょっと後悔して、面倒くさいキャスティングすら自分だと思うんですよ。で、任されて、やってくださいよってなると、ね、まあ、本当は僕でやってくれたけど、それが面倒くさいじゃないですか。そう、いついつどうとか。そう、それは無理っす。無理だね。僕はそれが好きなんです。なるほど。俺超めんどくさい。じゃあ心よくみんないいですよいいですよって言ってるんだけど、はい、自分自身が超めんどくさいじゃんね。じゃあ来週いつ空いてるって言って本田さんから僕もらいます、うん、で本田さんが月火どうしたら、うん、月火無理っす、うん、そしたらじゃあちょっと他に行こうかってなるじゃないですか。まあまあ他に行こうかってはならないけど、うん、ちょっと開くんだよ、いろんな自分のスケジュールと、はいはいはい、遠回しになって連絡が遅れたりするんだよ、はいはい、で水内だけじゃなくてみんなに連絡がちょっと遅くなっちゃってる、はい、自分の今の仕事もあるし全然ほんとに返信早いです。俺早い方なんだ。俺早い、いや基本的にはマメだから、うん、何も用事なければすぐ返すのは心がけてるから、自分が遅いと嫌だから、なるべく早く返そうと思う。このさ、歴代鹿島アントラーズのベストイレブンの前に日本代表かな、歴代日本代表のベストイレブン、はい、うわ、そこ考えたことないわ。あそこはさ、結構デリケートでちょっと時間欲しかったね、キーパーから。キーパー吉和、川口吉和。あもうシュート練習でなんか入ったイメージないんだよ。本ちゃんの試合でチョンボをしがちだけど、はい、練習の身体能力は半端ないから、はい、そういうイメージが強いから、吉勝ね。聖吾もどっちかというと本ちゃん向きだよね。聖吾はね、みんなそう言いますね、そこはね、本ちゃん向き。選びづらいけど、練習の吉勝のあの身体能力見たらすげえなこいつって思う。フォーバックですね、フォーバック、フォーバックだね。まあ、鉄板は井原さんだね。まだ井原さん。井原さんは鉄板だね。パートナーだね。大変だよね。俺の時代からしたら、鉄さんかな。俺、デビュー戦は一緒にボランチやってんだけど、やっぱセンターバックのイメージ強いんだよね。ベルディの時もセンターバックだし。そう考えると、ね、センターバックですね。井原さんのパートナーは、鉄さん。鉄さん。鉄さん。これサイドバックが大変だね。腰いっぱいいるね、右サイド。左から行こう、左から。左はもう、やっぱ一緒にやってるから、相馬直樹。ああ、そうだね。うん、そもそもややこしいですよ。ややこしい。まあ、でも、俺の中では相馬かな。ね、右がさ、天城元とか、もう一緒にやってる中で、ね、そうですね。柳はいい選手ですね。いい選手だね、あれ。でも、同級生ですよ。ごめん、でも、奈良かな。奈良さん。一緒にやってるだけ良さ分かってるから、奈良さん。代表でも一緒にやってるから。奈良さん。ボランチは？ボランチ、現代表も、ああ、もちろん。いいの。はい。勝った方は、奈良美宏したね。ああ、奈良美ね。もともとは前なんだけど、はい、奈良美がちょっと攻撃的だから、守備的に起きたわけ、はい。俺タイプ。で、現代表で言うと、遠藤。それは女の人じゃないんですか？自分置かないでしょ。あ、でも、長見の主のすごい理解をしてるのは俺だよ。本田康夫いいね。遠藤渡るやっぱりいいっすか？いや、いいね。守備に重きを置けば絶対いいね。前で攻撃を組み立てようとしない方がいいね。できるけど。攻撃がシンプルよ。シンプル、そう。
遠藤渡るか本田康はどうじゃん。いや本田康ね。守備のスペシャリストとしては、もうそう自信ある。お前ら行ってこいと。442だから、うん、フォワードが行かないんですか。フォワード。フォワード行くよ。フォワード。俺の中で今柳沢敦だね。あいつの動き出しはもう出し手としてはもうね、あれすごいね。あいつ聞いたことあるんだけど、お前なんでこんな動きできるのって。例えば中田秀、七海ロシ、タイミング違うじゃん、出すタイミングとか。なのに全部合うわけよ。あいつの中で多分認識してるんだよ、この選手はこういうタイミングじゃないかなとか、それに合わせて動き出しができるの。で秀も七海も同じタイミングじゃないじゃん。あいつらも合わせてくれるからね。そう、合わせてくれるんだけど、うん、柳的に多分合わせてんだよね。それがすごい。お前ちゃんと見えてんだろって言ったら、え、何がですか、何も見えてませんって。でもちゃんと多分頭の中で認識してんの、うん、この選手っていうの絶対。それがすごいなって思ったのが柳沢。じゃあ柳沢ね。まあ、そうね。トップ柳沢ともう一人だよ。あ、これでも本田さん結構悩むでしょ。まあでも、俺はもう、高原って言いたいんだけど、カズじゃないんだ。だからカズさん、いいですよね、カズさん、うん。カリスマ性も含めて、はい、カズさんに勝るしかない。カズさんと柳さん、これもう、多分日本最強ツートップですよ、鉄板。あとじゃあこの2人です。だから中盤ね。中盤。うん、1人は、俺は、綺麗やな、外せないかなと思うよね。もう片方のポジションが、2人でめっちゃ迷ってる。はい、森島と前園で迷ってる。どっちもどっちだ。だからもう、安心的な森島、ちょっとタレント性あるドリブラーの前園みたいな。で勝つためにはどっちですか。そう、もう森しかな。本田さん、自分が後ろにいるわけですよ。そうだね。七海と。そうだね。でも勝つってことだけで言うと、まあ、森氏だね。で、七海と森氏はもうさ、分かり合ってる。っていうより、だから森氏が七海の言うことを全部聞くって、ね、そういうタイプだからって。そうだね。じゃあ思ったの、アントラーズベースエルフの。アントラーズも簡単。もう簡単。もう97年ベース。キーパー古川さん。キーパー違うね。千葉さん。佐藤陽平。佐藤陽平なんだ。佐藤、もうあれめちゃめちゃポテンシャル高かった。佐藤陽平。小宮も奈良橋。秋田。奥の相馬、はい、で俺とジョルジーノ、ビスマルク、増田忠敏、マジーニョ、柳さん、もう簡単。ジーコはね、ジーコは監督枠。あ、ジーコもね、別格だから、そこジーコ入れないの。もう97年で、いやー、まあ、最強だと思って、まあ、そうだね、三冠初めて余裕で取れるだろうなと思ってたの。リーグ戦だけジュビルにやられてる。いや、まあまあそれは分かる。簡単、アントラーズに関しては簡単。自分の YouTube でもそれやってるけど、もう全然。97年です、もう最強。その時、その時いくつ。あ、そこじゃねえや。俺、本田さんが、俺が97年30枚ぐらい。いや、27、8。一番いいじゃん、ピークその時いくら。97年でしょ。1億。96年で、ワンシーズン制で優勝してんの。そうですね、はい。そこからのお金がダーンってなってます。さあ、今日のゲストは、はい、もうね、入札終わってる。なんで入札